皆様こんにちは、ユミティチャンネルです。本日もよろしくお願いします。では作っていきたいと思いますので、その前にお決まりのいきたいと思います。たまには違うビールを飲もうと思いまして、今日はアサヒでいきたいと思います。これはカリフォルニアで箱買いしてきました。イエーイ、お疲れ様、乾杯。あー、おいしい。今日はね、鶏肉、お肉使っていきます。その前に人参やろ、人参やっていきます。人参ナムル。いやね、昨日、これ昨日の話なんだけれど、昨日ジム行って、その帰りになんとね、すっごい怖いことがあったんですよ。帰ろうとしてパーキング車をねバックさせようとしたら、なんかね、すごい細いあの女性がなんか車にこう近づいてきたのね。で、私はでもバックしようとして、結構半分まであの、こう、車、半分っていうか、この駐車場の中の、もう後ろ半分ぐらいまでバックしてて、あ、女の人が来たからちょっと止まってたのね。それで、ぶつけちゃいけないと思って、とりあえず止まってたら、なんか、どんどん近づいてきて、何って思って、そしたらその女の人、助手席のドアを開けようとしてガガガってやってきたの。と思って私も、なんか固まっちゃって、これどうしたらいいんだろう。でもとりあえず鍵がかかってて、と思って、でもその人は何にもね、あの、刃物とかガンとか持ってなかったからよかったけど、そしてガタガタってやって、私の顔を見てね、なんかこんな手を振って、それで、あの、どっか行ったんだけど、びっくりしちゃったよ。もしあれでね、ガンとか持ってたら、どうするんだろうと思って。いや、どうしようもないよね。撃たれて終わり？っていう感じでね、本当にびっくりしちゃって。いや、やっぱアメリカってもう本当変な人ばっかりと思って。しかもそれ昼間ですよ。昼間の12時とか1時。びっくりした、怖かった。本当生きててよかったよ。いや、これでやったら時間かかるし。いやー、これでやる？いや、もう切った方がいいか。このアメリカの人参、こんな細いんですよ、全部ね。嫌いなんですよ、私、この細いの。人参が細いから。なんでこんな人参細いんだろう、アメリカの。大きさバラバラだけどいいよね。こういうの気にします？見た目悪いって。料理人から見たら怒られるよね、こんな。この中に。入れまーす。レンチンします。レンチン2、3分しまーす。次、スピニッチ、ほうれん草。これね、だいぶ前に買って、ちょっとその後旅行に行っちゃったから、もう冷凍しちゃったんです。冷凍。これもまたチンします。もうなるべく簡単料理。料理というか、チンする。暑いからね、気をつけないと。前に私これやけどしましたから。暑いんですよ。ナムル、人参ナムル。おうおうおう。胡椒適量、お好み、塩適量、そしてチキンブイヨン、あ、ごま油、これだけ。
おー、ごまのいい匂い、いい匂い。はい。人参ナムル、完成でーす。今日のメインは、チキン。チキン照り焼きみたいの感じでいいかな。ニンニク。ニンニク一かけら。生姜。生姜。生姜もちょっとでいい。ニンニクと生姜も入れちゃいます。うちはだいたい皮なし、鶏肉が多いです。そういえば誰かのね、誰かの、あ、なんか YouTube でやってたのね、まあ、私も、そういえばやってたの真似しようかな。なんかね、早く焼けるんだって。ラップをかけまーす。その YouTuber の人はね、酒のボトルで叩いてたんだよ。でも、ちょっとそれはないなー。酒のボトル。いや、あるんだけど、酒のボトル。じゃあやってみようか。これでなんか、こう。おー、はいはいはい、こういう感じね。これで潰すんだって。時短料理になるらしい。もう何でも真似しちゃおう。じゃあ、いや、煮焼きみたいな感じやってきまーす。はい。じゃあ、煮焼きみたいな感じでやっていきます。酒、適量。みりん、適量。お醤油。で、お肉入れていきまーす。はい。で、これで、煮焼きしていきまーす。はい。はい。その間に、先ほど、レンチンした、ほうれん草を、味付けしていきまーす。はい。先ほどチンしたほうれん草、ちょっと汁切りました。そして今日は、このほうれん草、さっきの人参と同じ味でやっちゃいます。チキンブイヨン。チキンだし。塩。胡椒。と、ごま油。さっきと全く一緒。もう同じ味。そうだ。ごま入れるの忘れた。ごま。ごまは健康にいい。さっきの人参もごま入れるの忘れた。これで、お野菜2品、完成しました。簡単簡単、ヘルシー簡単。イェイ。旦那さんがね、ここに来てね、つまみ食いするんですよ。まだ全部完成してないのに。つまみ食いしに来て。まだね、チキンが焼けてないか、できてないのにお腹すいたすいた言われてもね、ほんと困りますよ。結構お昼遅かったのに。チキンが、あ、いい感じに。いい感じに焼けました。焦げ色もついて美味しそう。はい、完成でーす。ほんと、今日はね、これで終わりにしようと思ったんですけど、なんと、ライブ前に茹でたブロッコリーがありまして、早くなんとかしないといけないということで、それもちょっとやっていきたいと思います。でね、もう、どうしようかと思ったんだけども、ベーコンと炒めていきます。はい。じゃあ、ベーコン切ってきまーす。こんなにいっぱいやるつもりはなかったんですけど。まず、ベーコン炒めていきまーす。いっぱいした。そうだよ。油いらなかったよ、最初。いっぱいだー。切れちゃった。まあ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 。これで、塩コショウを。塩コショウでーす。照り焼きチキン、来ましたー。おー、いい感じじゃない？
だいぶ前に茹でたブロッコリーとベーコン、カリカリベーコン。本日作ったものは、照り焼きチキン、人参のナムル、ほうれん草ナムル、そして残っていた、ブロッコリーとベーコンで炒めました。完成です。色とりどり、バランスいいんじゃないですか？ OK、旦那さん。いただきます。見てどうですか？美味しそうね。So, yes. Looks good? It's so delicious. Very delicious. Spinach, carrots, teriyaki chicken, sauteed broccoli with bacon. Wow, it's on. Really dry. はい、食べましょう。What are you drinking? Whiskey, and water ice with lemon on top.最後まで見ていただいてありがとうございます。じゃあまたね。バイバイ。